まあ、公園みたいな場所があったんですよ。あの碑っていうのは公の土地に建てるわけで、まあ公園に建てるのかなって気はしますよね。でもすごい風でしたね。ああ門を支えてますね。ここつけたんだけどな。まあ、手の甲にね刺されちゃいました。この右側がね宝文寺さん。すごかったね。車開けといたら蚊が入っちゃって、日高神社っていうのがあるんだね。ちょっと待ってくださいね。入ってみますね。あ、何か説明板がありますね。あ、もしかしたらビンゴだったかもしれませんね。確かに日になってます。これは素晴らしい展開だ。あの石碑です。はい、聖石碑。この聖石、かっこ天皇が身請けされた土地、碑は群馬県内で初めて建てられたものです。明治11年1878年9月3日4日の両日、明治天皇が北陸地方から群馬への巡行の折、この日高町の地で休憩されたことを記念し、3年後に設置されました。碑文の趣旨は、金城天皇、過去明治天皇が巡行の途上、社が天皇や皇族が乗る開放型の輿で日高村により休憩したという名誉あることを長く記憶に残すため、日高村民は石に刻むことを願ったとあります。この石碑の末尾には、群馬県初代県令羽鳥元彦、過去吉田松陰の義理の弟の名前がされています。天皇が実際に休憩された場所はここから約100メートル西南の場所と伝えられていますが、昭和9年群馬県内で実施された陸軍大演習、昭和天皇展覧を契機に、村民総意のもと周囲に石垣を巡らせたこの地に移設しました。なるほど。まあそういったことでね、まあこの場所ですね。あ、確かにね、まあ、吉田松陰の義理の弟になりますね。まあ、妹さんと、まあ、結婚されてますからね。まあ、明治天皇ですね。こちらですね。あ、漢字だけのね、まあ漢文とはまたね、まあ違うんですけど、こういったものもよくあります。あ、羽鳥元彦さんの、まあ線、書ってあるから、まあ成績碑の文字は、まあね、明治14年11月3日。これがね、まあ、聖石碑です。ああ、でも素直に見つかってよかったな。こちらの碑にね、戻ってみましたけど。明治11年。まあ、土の絵。
虎、9月。まあ、それでね、まあ、書き出しです。明治14年。まあ、ちょうど3年後、11月3日に、まあ、群馬県連の元彦さん。まあ、文を考えたのも元彦さんだし、まあ、書を書いたのも元彦さんですね。そして、まあ、彫ったのがね、まあ、渋井源七さんっていう人ですね。彫った人の名前まで書いてあるっていうのはいいですね。そしてこちらになるとね、まあ、移設した時っていうかな、まあ、敷設記念の日です。そして、まあ、そのね、まあ、成績碑に関するところはですね、まあ、どこまでかな、あ、ここまでですね。愛はかりて成績碑を建設せり、まあ、ここまでが、あ、ちょっとかが、次来、まあ、清掃の久しきに、まあ、及び、まあ、そういった感じでね、まあ、昭和9年、まあ、陸軍の特別大演習を挙行せられるに、まあ、当たりって、そういった感じで、まあ、この日にね、まあ、敷設しました。昭和9年11月3日。そういったことなんですね。なんか今日は蚊がすごいですね。はい、成績碑です。ご視聴ありがとうございました。